本日はおお忙ししいいい中お時間いただきままて誠にありがとうございます本日はスパムハウステクノロジーに関しての簡単な説明をさせていただきます。世の中にスパムハウスのブランドは知られてるんですけれどもスパム以外にさまざまな脅威データを提供しているということがほとんどの方はあまり知られてないのでこういう簡単なプレゼンで紹介させていただきます。 でまずは、まあ、スパムハウスの組織なんですけれどももともとコミュニティのプロジェクトで始まりまして今年が実は20周年になるんですけれども、まあ、あのそういった脅威データを集めて、まあ、コミュニティで、まあ、提供しているという形の組織でした。で実は2004年ぐらいに まあそういうい大量のデータを持っている中で、まあ、データセンターのアップキープとかあとはまあデータサイエンティストの給料とかも払わないといけないので、まあ、それのために、まあ、NPO コミュニティベースの組織から、まあ、コマーシャルビジネスとして活動を、まあ、2004年ぐらいから始まりました。もともとはそういうスパム、IP レピュテーションのデータを提供してたんですけれども まあそこから2008年からまた新たなドメイン URL のまあデータを提供することになりました。でまあ、そこはまあメールのマルウェア、フィッシングなどのまあ攻撃が増えてきたので、まあ、そこで大量のデータをまあ解析するようになりました。でまあ、もちろんもともとコミュニティベースのプロジェクトだったので、まあ、コスト的にはまあ無償でユーザーに 提供してたんですけれども実は今でも提供させていただいているんですけれども、あくまでもノンコマーシャルのビジネスでございます。でまあ、無償のサービスは、まあ、データの更新に関しては、まあ、ベストエフォートなので、まあ、リアルタイムで提供されていないことを、まあ、注意していただければと思うので、まあ、もしそのリアルタイムでデータが欲しいというお客様は、まあ、有償のサービスを使っていただければ。 まあ、あのお客様にライセンスを発行させていただいて優勝、まあのサーバーのリアルタイムデータにアクセスがすることが可能です。でまあ、お客様なんですけれども、まあ、結構有名なお客様とお付き合いさせていただいておりましてもともとスパムハウスさんはまあデータの,あの会社なんですけれども今でもそうですが、まあ、製品とか何かプロダクトとかっていうものがないんですよね。なので 共有データを大量に持っているのでそういうデータをお客様に提供してそのお客様が何かの形で製品化もしくはサービスを提供するという形になっています。なのでここの画面ですと主に米国のお客様なんですけれども例えばセキュリティのベンダーも弊社のデータを利用してセキュリティの製品に提供させていることも多いです。 でまあ、毎日の、まあ、スパムハウスの数字になるんですけれども、まあ、ご覧のりあり、あの1日の数がもう非常に多いですで。あくまでもスパムハウスさんはその脅威データ、IP、URL、あとはまあドメインの情報を集めているんですけれども、あのこの中に私が一番あの興味を持っているのが、まあ マルウェルサンプルの解析になるんですけれども、ここ1日の数が約1万8000マルウェアのサンプルをさせていただいているんですけれども、その中のマルウェアをリバースエンジニアリングをしまして、そこのどういったドメインが作成されるかとかっていう予測をするためのデータを集めておりまして、多分ここの数字に関しては、アンチウイルスの会社と同じぐらいの あの解析をするのあの数字になるんですけれども、まずアンチウイルスの会社ではないのに、まあ、こういった作業もしておられます。でまあ、世の中で、まあ、メールで有名になるので、まあ、メールのデータセットをあの、まあ、説明させていただければ。あのまあ、まずは、 いろんな形でデータを分類しています。まあ、犯罪者ネットワーク、あのドロップ、あと SBL、こちらスパムハウスのまあ独自のリストなんですけれども、あとは CSS、PBL、XBL、DBL、GRD というさまざ、あ、まな形で提供していますが、実は 無償のデータセットはこちらを提供させていただきます。なので、まあ、ホームユーザーであれば、まあ、こういった SBL、PBL、XBL のデータを、まあ、メールの防御のために使うことが可能ですで。他のリストは、まあ、有償ベースで提供させていただいているので、まあ、もしお客様がより良いデータが欲しい場合は、こちらのリストを追加で購入していただくことが可能です。でまあ、この中で一番 面白いデータセットは私的にはですけれども、まあ、あの最後の GRD っていうものですがここを最近あの提供し始めたセットであの主にその新たなあの作成されたドメインになるんですけれども GRD 訳すとまあゼロデイのリストなんですけれども実は1日約50万件のデモ新たなドメインが毎日作成されて でまあ、9割ぐらいはあの捨てられているということが行われていますで。こちらはやはりその犯罪者、そういうスパマ、フィッシングの方々とかというのが、まあ、こういうあの投げ捨てのドメインをもうほんと何秒単位、何分単位で使って、まあ、なあの捨てているというのが出ているので、まあ、こういった GRD のリストを使っていただけると その1日24時間ベースでまあ、あのレピュテーションのブロックリストをできるっていうあのものもあります。で、最近なんですけれども、まあ、こここちらのグラフがま10年間の bot のランドスケープの情報なんですけれどもまスパノハウスさは長年あのいろいろデータ集めてますので、まあ、10年間のあのどういった動きをあのみあの？ 見ていいただければ、まあ、非常に波が多いですでここは実は、まあ、その時期の有名なボットの動きですね。なので、まあ、多分日本ですと未来っていうのが結構有名なボットネットなんですけれども、まあ、そこの動きなどの,、まああのグラフになるので、まあ、結構あの組織がそういうボットネットをじあの自分たちのインフラに見つかる たびに潰してで、またそのボットネットがまた他のインフラに動いているっていういろいろな動きが見られると思います。でまあ、今年2018年、こちらのグラフの最後の方なんですけれども、まあ、多少下がってるって見えるんですけれども、まあ、ボットネットはまだ存在されてるんですけれども、まあ、今、あの ま眠っている状態なので、お、ま、そ、あ、らくその犯罪者はインフラを整えてからまた攻撃をするというさまざ、あ、まな動きが見られると思います。でまあ、メールに関しての、まあ、最近の攻撃なんですけれども、まあ、世の中、海外ですとまあヘイルストームという攻撃ですが、まあ、左側のグラフはまあメールのボリュームですね、まあ、あとは下の方は何秒単位。 というグラフになるんですけれども2分程度で大量のメールフィッシングランサムウェイのメールなどをお客様に送っていることが見られますでほとんどのソリューションなんですけれどもこういった攻撃に対する防御が非常に難しいんですよやはりその2分間で その新たなデータ、まあ、こういった攻撃が来てるっていうのを発見するまでが、大体のソリューションは5分単位でアップデートされるので、このリアルタイムで拝見するっていうのが非常に難しいところです。でスパムハウスさんのゴールとしては、よりリアルタイムにデータ脅威データを提供することを目指してますので、例えばなんですけれども、スパムハウスさんは1、2秒ぐらいでこういった攻撃を あのディテクトできるので,で、まあ、30秒後に、まあ、こういったデータを作成されてお客様に提供するというところができるので、まあ、約60秒ぐらいで、まあ、こういったデータをあのお客様にあのエンドトゥエンドまでにあの提供することが可能です。 でまあ、こちらはフィッシングに関する攻撃なんですが、まあ、ホモグラフ攻撃っていうんですけれどもあの実はここの URL を見ていただけると、まあ、もちろんチェイス .com というの有名な米国の,あの銀行なんですがここのチェイスの C の上にこうちょっとペケっていうあのものが入っているんですけれどもここは実はユニコードの,あのセットフォントセットを使っているので あのあしかもここは SMS、携帯で送られているものなんですが通常のお客様ですと、まあ、ここまで細かく URL 見ないので、まあ、一旦見た瞬間は、まあ、チェスドットコムに見えるいうとは思うんですよね、やっぱ画面も小さいですし。なので、まあ、ここをククリックして ま何かのマルウェアに感染されるか、まあ、どこか他のマルウェアを提供されている、もしくはボットの,のサイトにあの連れていかれるというま状況になるんですけれども、あのこういった攻撃は非常に難しいんですよ、あのまあ防御の方々に関しては、やはり SMS とか LINE とかっていうのは、ほとんどエンドトゥエンドの暗号化されているので、 あの中身をフィルターかけるというのが非常に難しいんです。やっぱ中身が見れないのであの、まあ、フィルターかけづらい、あのブロックしにくいというのがありますのであの、まあ、こういった URL をクリックした瞬間あのブロックできる技術があれば、まあ、そういうフィルターをかけられるんですけれども、まあ、実はスパムハウスさんはそういったあの防御の方法も提供させていただいております。まあ、RPZ いう まあ、DNS 経由の機能にな,なるんですけれども、まあ、世の中ですと DNS ファイアウォールと呼ばれているんですが、まあ、DNS 経由で、まあ、こういったリンクを押された瞬間、DNS 経由で、まあ、あの遮断するという、いろいろな防御の仕方があります。ス、まあ、スパムハウスさんんはもちろんメールで メールの,あの世界ではとてもブランドが高いんですけれども、実はさまざまなデータを提供させていただいています、もちろんメールからのベースのデータになるんですけれども、まあ、そのメールに含まれているマルウェアのドメイン、マルウェアのサンプル、ランサムウェアなどをすべてあの、まあ、彼らのラボで解析した結果のデータを、まあ、お客様に提供しています。なので 日本ですと、最近 C2、C&C サーバーのボットの動きが非常に増えているんですけれども、私、この間解析した結果、今、おそらく13万件以上のボットが発生しておりまして。 でそこのインフラでいろいろな動きがされております。でまあ、リストを派遣させていただきますと、まあ、結構有名なところのインフラにこういったものがありますので、まあ、今後、IoT デバイスとか、まあ、そういう冒頭が増えるためにあの、まあ、日本の攻撃も多くなるというのは思われます。あとは最近あの、まあ、攻撃者も ジオ,オプティマイゼーションというのをしてましてもともとは例えば他の国から日本に攻撃する動きをしてたんですが最近の攻撃はやはり日本国内のシステムを感染ボットにのっとわれてそこのインフラを利用して日本国内のお客様を攻撃するというのをし始めているので一般の 方々お客様ですと通常の通信に日本国内ですのでに見えるんですが実はこういうボットの動きも出ておりますで今日はスパムハウスの紹介なんですけれども今後どうなるかっていうのを少し話させていただければと思いまして実は日本を IoT コネクテッドカー、いろいろセンサーというの、最近、あのまあ、キーワードとして出てきているんですけれども、まあ、こういったものに関するセキュリティが非常に難しいんですよね。例えば、まあ、医療機器のセンサー、あのこういったものには、まあ、アンチウイルスとか、セキュリティのあの機能があの、まあ、埋めにくいんですよね。あのアンチウイルスに、まあ、プリンターに入れられないですし。 あとはまあスマートフォームのデバイス、例えば最近、アマゾンのアレクサとか電球を自動的につけるとかっていうのがい,いろいろ出てきてるんですけれども、あのこういったところがですね犯罪者にとって非常に簡単な、まああのまあ、攻撃できるもとになるんですよね。あのやはりパソコンですと、まあ、皆さん いろいろアンチウイルスとかマルウェアの防御のシステムとか、ファイアウォール、IPS、IDS とか、いろんな会社はそういったものを入れてるんですけれども、実は周りに結構セキュリティがははあが使われてない、まあ、入っていないものが非常にありまして、であのか攻撃者はですねあの、まあ、非常にレイジーな方が多いと思うんですけれども、まあ、もちろんこういう。 固め,固められたパソコンとかは非常に攻撃するのは難しいのでもう社内に入っているこういったホームプリンターとかを攻撃すれば簡単にオフィスとかにも入れちゃうというのがあるのでこういった機器に関してどうやってセキュリティーを保つかというのが非常に大きな問題点です。で実ははこの全てののて機器はです、ね、インターネットががなないいいと使えないっていうのが まあ、メインのポイントになるんですけれどもその中で唯一あの何が一あの同じかというと、まあ、DNS すべて皆さん使われているんですよね。なので、まあ、DNS は何かというと、まあ、あのこういうセンサーとかがですね世の中のインターネットと通信するときに あのまあ、住所はどこですかみたいな機能になるんですけれども、まあ、そういった DNS の機能を使われているので、まあ、そこを中心ポイントとして、あのデータを追加すれば、まあ、あのこういったボットとかの通信を止められるんじゃないかなっていうのを、まあ、スパムハウスさんからまあいろいろ始めまして、まあ、最近、この DNS ファイアウォールっていう機能を提供することになりました。で もともとスパムハウスさんはデータを大量に持ってますのであのメール以外にこういった DNS サーバーの機器にデータを追加すれば先ほどのセンサーもしくは PC、タブレット、モバイル携帯、プリンターなどなどすべて DNS を利用されているものに関するあの防御ができます。イメージとしてはモバイルの端末 もしくはプリンターなどっていうのが世の中にコネクションインターネットとコネクトする場合なんですけれどももしそのスパムハウスさんがあここは怪しいサイトですもしくはここはマルウェアを提供されているウェブサイトですここはメールの犯罪者ですというリストは持ってますのであのその機器が、ね、DNS サーバーにここはどこですかって聞くときに返事がですね、ここはダメですってこういったイメージになるので、まあ、例えば iPhone ですが、iPhone ですとあのアンチウイルスのソフトとか一切入れられない環境になっているんですよ。まあ、Apple に100%頼るということになってますので、まあ、例えばこういったものに関しても、こうブラウザにあのまに、あ、検索したときに、まあ、こういうあの、まあ、危ないですよみたいなメッセージを出すことも可能です。あとは、まあ、単純に そことつながるときにそこを遮断するという機能もございますのでさまざまな方法でお客様にここは危ないですよという報告はできます。ここは少し事例なんですけれどもあラックスペースっという米国でおそらく世界で一番の VPS クラウドデータセンターのサービスプロバイダーなんですけれども まあ彼らはですね、自分たちのインフラから非常に多いあの通信、ボットの通信がありまして、DNS ファイオールを使っていただいた瞬間、ほぼほぼゼロになったとっいう瞬間ですね。なので、DNS ファイオールですと、まずは世の中のまあ脅威のデバイス、もしくは IP、ドメインサイト、ウェブサイトなどが知られているので、例えば私のパソコンから まあ、そういうあの悪さをされているあのウェブサイトに行くとしたらあのログなどを確認していただければ、まあ、そのアドミンセキュリティのアドミンがあここの,あのデバイスからあのこういったボットに通信をしようとしてますというのが分かりますので、まあ、そういったあのトラブルシューティングに関してもあの非常に効果があるとは思います。で パッシブ DNS という機能もございまして、もちろんスパンハウス社は非常にデータが多い会社なので、こういった形でデータを提供することがあります。で例えば、こちらに関しては、まずはスパンハウスのデータのポータルになります。でおそらくセキュリティの まあ、アドバイザー、アナリスト、リサーチャー、もしくは CERT、側のチームがですね、まあ、こういったデータを利用して検索することができます。一、まあ、つのユースケースはですね、例えば、w w w 犯罪者 c o m というあのウェブサイトがあります。そこをまず検索し,した結果、あの多分そこに ひも付く他のドメイン名もしくは IP アドレスというのがいろいろ出てくるんですけれどもそこから何が引っ張られるかというと、まあ、まずはこの犯罪者 .com のユーザーはどういったドメインを世の中にあの提供しているかというのが確認できますなので犯罪者 .com と、まあ、マルウェア .com とかいろいろ他のウェブサイトをあの提供させていただいていると、まあ、そこの,あの 型は怪しいですねというのが確認できるので会社としてそこを一旦ブロックするとかといういろいろさまざまな形でデータを確認することができるのでここはあくまでもリサーチャー的なツールになるんですけれども非常に効果はあるデータになるとは思います。で最後になるんですけれども もう本当あのスパムハウスさんはスパム以外にさまざまなデータを提供させていただいております。でここは、まあ、あの一部のデータのリストになるんですけれどもあのも,しあもちろんメール、左側のメールフィルターになるんですけれどもあのご覧のとおりさまざまなデータの分類とリストがあります。 で右側のリストなんですけれども、こちらはネットワークのフィルターです。なので、まあ、先ほどあの説明させていただいた DNS のファイアウォールの機能のデータもありますし、実は他のデータのセットもあります。例えば、IPS IDS、 の機器こちらですね、s n o ノー r すり方ってというあのデータのフォーマットをあのサポートさせあのしていれば、まあ、そういったデータのフォーマットも提供できますし、あとは、まあ、Cisco さん、まあ、ルーターですね、まあ、BGP 経由で、まあ、データを提供することができるので。 非常に多くな形でデータをリアルタイムで提供できるので今までのルーターとかファイアウォール、IPSIDS などが普通に使っていたものをデータを追加すればそういうリアルタイムの防御も可能になるということができます。あとはまあ面白いのはここのクリプトマイナーという 最近出たものなんですけれどもこういったクリプトマイナーの情報データも提供していますのでこういったデータが必要なお客様であればこういったデータをご利用可能ということになります。でまあ 本日はパイプラインセキュリティから説明させていただいているんですけれども、パイプラインは誰という質問がよく出てくるんですが、実は私たちはアジアと日本の一時代理店をさせていただいておりまして、あのスパムハウスの組織としては NPO の団体なので、 あのまあ、弊社みたいな会社とお付き合いさせていただいて、まあ、そのリージョンにあのサポートさせていただいております。なので、もしこちらのデータに関する質問、あとトライアルもあの提供させていただいておりますので、もし追加の質問、リクエストがございましたら、まあ、弊社のウェブサイトからお問い合わせしていただければ。